と夏休みです。夏休みと言われたので今年も京都に来ました。イエーイ。全然京都感がないな。めっちゃ天気がいい。超青空。めっちゃ日に焼ける感じですけど、まず最初に来たのが京評価つららっていうねかき氷屋さんです。え、そう、今日オープン日だったんです。調べてたら、そう、それでびっくりして、いつも通りお茶と酒たすきさんに行こうと思ってたんですけど、いや今日オープンっていうのはね運命でしょうと思ってね来ました。イエーイ。ね、そうかき氷食べてきたんですけど。何を食べましたか？私が塩キャラメルで、友達がもうマスカルポーネだよね。マスカルポーネ食べました。いや美味しかったな。美味しかったね。桃がめっちゃ新鮮でした。塩キャラメルはね、上がピーナッツクリームになってて美味しかったね。美味しかったまだ新築の匂いがしました。今日オープンだから。うおー、熱っ。熱い。焼けるな。じゃあ日傘を差しますか。日傘、さすが。危ないよ。いや、私でも今回日焼け止め持ってきたから。いやいや、本当にレベル低いから私を見ろよ。日焼け止め塗ってサングラスしてすごい、ちゃんと目からもね、予防しとくからね。また車運転するのにね、サングラスないとやばい。あー、目開けらんない。普通に事故る。そんな感じ。次はどこに向かうんでしょうか。昨日は京都におりましたが、京都に行ったのは岐阜から長野に来るためだったんです。いや、京都から岐阜ね。そうそう、京都から岐阜からの長野ね。そう、そのためにまず京都に行った時だったんです。すごい、今ワイドビュー飛騨に乗っています。飛騨川やって全然映らんね。光、あ、いいね。こんな感じ。あ、やばいお化け、私の糸森ないからね、存在線からね、まあ、一応飛騨古川をね、行かないんですけどね。岩石湖である諏訪湖を帰りに眺めて、そう、諏訪湖って調べてたら長野県のゲロに到着です。綺麗な景色みたいなページ出てきて、この列車は10時15分です。じゃらん、そうそうそう、特急避難3号小山行きです。やばない、次は高山に止まります。まもなく発車いたします。急遽3日前ぐらいにお誘いしたんですよね。
閣下をね。そう、閣下を行きたいんやけど、夏休みやから。行けろです。なかなかこういうタイミング、こういう時じゃないとゲロなんていう言葉言うことないから。アイドルだから地名なんてあくまで。何バスですかこれ。高山のノービバス。高山のノービノービバスに乗りました。箕面のノーと飛騨の飛かな。ああ、そうだそうだそうだった。ノービバスに乗りました。次は金水園口。今からどこの駅で降りるんでしたっけ。平井温泉。平井温泉で降りてバスを乗り換えて上高地シャル。おしゃる。いや、やっぱクローバーみたいな食べとるわ。出したら来るかな。シロツメクサってことやろ。でもその辺にいっぱいあるから魅力に欠けるかな。そうか。いやー、めっちゃ豪速球で食べるやんね。あ、いらんって言われたわ。怖いな、これ。でかいね。ちゃんとお尻が赤いよバイバイ、サル。たくさん食べてね、シロツメグサ。いいなぁ、やっぱ温泉、温泉入んのかな。あ、猿と温泉入るやつ。なになに。え、なんか温泉入ってたらさ、猿が入ってくるみたいな、うん、猿と一緒に温泉入る。そうだよね、よくあるよね。あるよね、なんか実際遭遇したことないけど。だって、哺乳類だもんね。猿ピース。あ、猿が木から落ちた。大丈夫かい、子供たち。おー、こっちにもいる。え、本当にいっぱいいるね。やんちゃやな。かわいい。ちびっこザル、かわいいな。あ、すごい。バイバイ。ちゃんとお遊び。おー、ササも食うんか。パンダなのかな。ササか知らんけど。いいですね。とても魅力的な場所ですよ。おしゃれ、おしゃれ。すごいです。あと蝶がたくさんいます。蝶、蝶々映らん。蝶々映った。あ、止まった。蝶々止まった。あー。いいね、自然がたっぷりです。好きな温泉に来ました。イエーイ。うわー、露天風呂です。すごくない？何これ。山が見える。そしてじゃーん。してて、これ裏で流せばいいのか、BGM。 いや大丈夫、萌えなだからその鼻歌に合わせて流せばいいから。絶対リズム合ってないよ頑張って合わせていく。メインのお料理がなんかプラス追加追い課金で飛騨牛のメインに変えられたので、変えました。食べようと思います。ね、これステーキかな。このまま、ありがとうございます。
心配だったけど余裕で噛み切れる。すごい柔らかい。やっぱ味付け塩にして正解やったな。やっぱこのね、上品な全体に入った脂身がめちゃくちゃいいですね。うん、このサーモンとかも飛騨サーモンらしいんですけど、めちゃくちゃ、うん、力強い、うん、生命力を感じるサーモンです。おはようございますね。4時半に起きて一度外の様子を確かめて準備をして、なんと自転車を借りて 1.5 キロの坂道を上り、こちら新穂高の湯へ参りました。イエーイ。新穂高の湯っていうのはですね、なんだろう、公衆温泉みたいな感じ、もう誰でも入れる温泉なんですけど、無料で。ほら見て、見える？わ、見える？川の隣に温泉があるんです。すごくない？誰でも入れるの。だからみんな水着とかタオル巻いたりとかして入るんですけど、今日はね、水着は持ってきてないのでタオルを巻いて入りに行こうと思います。うわー、うわ、めっちゃいい温度。あー、いい温度、本当だ。入りますか。よいしょと。温泉、川、イエーイ。新穂高温泉、素晴らしいな。あの、だって川が冷たいもんね、うん、ちょっと川も入ってみようと思って。よいしょ。足洗いの湯です。眩しい。ほら、どうしよう、それはやだ。足湯、天然の足湯よ。山見える。山、ほら、すごくない？あ、すごい。朝やな。ここまでね、ちょっと自転車乗れんくてね、さすがに坂がきつくて押してきたよね、手で。あ、いい天気、本当に。あそこがさっきまでいた北アルプス大橋です。風が強い。すごい。ここはね、なんかヘリポートみたいになっとるんよ。いやー、雄大やねー、マジで。新宿行きなんですけどね、もうペット新宿には行かず、何駅？上諏訪。上諏訪駅で
降りて諏訪湖を見に行きます。晴れた、うん、今から晴れるよ。そうなんです、雪の子や、ね、あの君の名は糸森湖岩石湖ということで、ね、監督があの諏訪湖のあたりの出身だから、その諏訪湖が岩石湖でだから糸森湖にしたらしくって、なんかああいう湖に場所をね、君の名の聖地巡礼をしてから帰ります。なんですけどね、おお動きた、名残惜しいということでね、うん、おやきを、バイバイ、おやきをね買いました。どっかで見たけど、なんか買えなく、そうだ、あのカッパ橋のところで見かけたけど買えなかったチーズおやき。ああ、そう、なんかあそこら辺ってやっぱ閉まるの早くて、そうそう、夕方4時とかに閉まっちゃうから、私たちが行った時にはね閉まってて、この列車は特急秋田18号、新宿行きです。チーズおやきなんて初めて、途中塩尻、岡谷、上諏訪、市の小淵沢、甲府、八王子、立川に停車いたします。チーズと何の具なんだろうね、これ。座席の指定を受けていないお客様と、特急券をお持ちでないお客様は、座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在、空いているお席でも、この先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯すると、まもなくご予約いただいた区間となりますので、恐れ入りますが、ご席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合、ね、駅での発売額と異なりますので、ご了承ください。グリーン車は9号車です。トイレは4号車、6号車、8号車、9号車と11号車にあります。こっちの方がね、別のお店で買ったんだけど、トイレを含めまして、すべて専門店感が、ね、出てて、パッケージ見せてください。お客様にお願いいたします。プレミアム信州ナスミソ、使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう、プレミアムの方をご利用ください。ちょっと高かったんだよね。は塩尻に停車いたします。野沢菜とかくれ25円高かった。25円、Welcome aboard the Azusa Limited Express bound for Shijiu. We will be stopping at Shiojiri, Okaya, Kamisuma, Shino, Kobuchizawa, Kofu, Hachioji, and Hachikawa. Passengers without a seat belt should ensure that they are seated with their seat belts fastened. However, even though the seat is currently vacant,It may have been reserved for a later part of the journey by another passenger. If so, the seat lamp will turn yellow before arriving at the station where that passenger will board. And we ask you to please give up your seat at that time. Car 9 is for passengers with green car reservations. But then,私たちこんなの食べてるけど、そばが20分後にはそば探しが始まりました。私そばがなんか苦くて食べれなかったんですけど、今まで小っちゃい頃から最近ちょっと味覚が大人になってきて、そばいけるんじゃない、大人の味なんじゃないみたいな気持ちになってきた。今日は麺類の中だったら一番太らないって聞いたことある。そうね、うどんとかはやっぱ生成されちゃってるから、あの白さって。なるほど。コーヒーやコメントお土産品の販売はございませんのでご了承ください。この後もガツガツ食べます。あとね、桃狙ってんだよね、うん、桃はね、まあ、やっぱ山梨とかそのそっちの方。いや、一昨日からのブームでしょ。そう、一昨日からもう桃食べまくってるんだけど、だけどやっぱこれから行くところの方が長野とかよりやっぱ桃の、いや長野よ、こっからも山梨に近づくから、山梨の方に近づく、うん、わかんないけど
なんか増えそう、まあ、桃のもの増えるんじゃない、うん、みたいな感じでちょっとお土産とかも桃買うの我慢して、うん、今後にかけてんのよね、うん、こんな感じです。もう真っ暗で何も見えないけど、諏訪湖に来ました。イエーイ、諏訪湖岩石湖です。君の名前やで、すごい、いや綺麗なんよね、一望できて。ここは立石公園っていうとこに来てます。いいな、のどかや。ちょいちょいボートが走ってて乗りたい。この立石公園の場所がなんかすごくて、なんかこの感じなんだろう、色づく世界の明日からとかの最後のラストシーンとかで見たような気もする感じの公園ですね。すごーい。糸森です、糸森。君の全然前世か、僕は君を探し始めたよ。全然前世だよ。ついね。お、これから晴れるよ。ビジュアルだけ
この夏中に見に行けたらなって思います。本当に天気に左右されるからね、難しいんだけどね。 100% の晴れ女になれないかな。いやでも慣れたら慣れたでね、それは人柱として大変なんだろうし、ね、とりあえず今後も皆さん、ね、こういうコンテンツを強化していけたらなって思うので、ね、なんか仕事にもつながれたらいいなって思うし、お楽しみにしていてください。